はい、どうも皆さん、サラオ、かけまるです。今回も続き、異世界勇者のデスゲーム第3章実況プレイやっていきたいと思います。さあ、前回ですね、恋愛ゲームの世界に飛ばされてしまいまして、で、かのんちゃんをね、担当として、この恋愛ゲームの中で恋を成就させようって話で、いろいろと自由行動になっていって、で、職員室には鍵がかかってて、校長室と体育館のイベントを見て終わりましたね。とりあえず、このソファーに座るとストーリーが進むみたいなんだけど、まあ、せっかくならもっと最後まで自由行動を楽しみたいので、いろいろと回りたいんだけど、外には、あ、行けるんだ。校庭イベントとかはないのかな？なんかなさそうだね。じゃあ2階かな？まだ行ってないもんね。こっちか、行ってみましょう。お、いろいろあんな。2、1A、1B。美術室、あ、美術室気になる。多分またイベントなんじゃないかな。あ、来た。ミニイベント美術室編。そこにいるのはリチャードと月姫か？何やってんだ？あら、綿貫さんにカノンさん、こんにちは。ん？で、リチャード、お前は何をやって？見ればわかるだろう。絵を描いてる。絵を？どれどれ？キャンバスを覗き込むと、そこには鉛筆で丁寧に写実された月姫が描かれていた。お！何？人物デッサンなの？お、なんだこれ？めっちゃうま！うま。ふん。このぐらいかけて当たり前だ。さすば、さすば？どんな髪型？さすが王室の王子様。やっぱそういうのも習わされてんのかな？それとも自分で好きで描いてたのか？この人、絵が趣味らしいですよ。そうなんだ。意外。意外な趣味だな。で、月姫をモデルに描いてるのか？こいつがどうしても頼ん、どうしても書いてくれと頼んできた。仕方なくってやつだ。あら、そうでしたっけ？私はあなたが私をこの席に座らせて、そそくさと書き出したと記憶していますが。なんだお前、この、なんだかんだ言って書きたいんやろ、月姫ちゃんを。うるさい。余計なこと言うんじゃない。なんだか、二人はいい雰囲気だな。これがリチャード流の口説き方なんだろう。てか、これもうできてるんじゃないかと思うのは俺だけだろうか。大丈夫、それずっと俺も思ってた。と、ふとカノンの方に目をやると、暇そうにペンを指の間で、回していた。しまった。俺も何とかしないと。カノンと何の進展もしない。どうしよう。カノンの絵を描く。カノンに絵を描かせる。どっちが正解なの？全然わかんないんだけど。でも、かのんちゃんが鉛筆持ってるってことは書きたいんじゃないか？だって、綿貫くん、うまそうじゃないもんな。ここ、あえて書かしてみる？そうだ、かのん。絵を描かないか？私が？もちろん俺も描く。勝負だ。あ、それいいね。何を描くの？そうだな。あ、そうだ。月姫がモデルやってるし、月姫を描こう。モデルを頼んでいいか、月姫。ええ、いいですよ。可愛く描いてくださいね。何その可愛く描いてくださいねっていう感じ可愛くない？その後、30分かけて俺とカノンは月姫を描いた。大丈夫だよ月姫ちゃん。可愛く描こうとしなくたって元が可愛すぎて多分可愛くなっちゃうよ。なんだこれは。どれどれ。綿貫さん、これはピカソですか？これはピカソですかってなかなか聞かないフレーズだけど。違う、これはその、月姫だ。これはひどいな。カノンはどうだ？お前は一体どんな絵を？はい、これはどれどれ。あら、ふん、似た者同士ってわけか。不正ともあんま上手くなかったんだね多分。15時が過ぎ、小腹が空いてきた。どうやらゲーム世界でもお腹が空くようだ。あ、そうなんだ。そこで俺とカノンは調理室へと向かった。調理室。ロベルトと紫か。そこで何してるんだ？なんかこの二人とのイベント多いね。おお、盟友にカノンじゃないか。いいところに来た。そこに座れ。ん？すまん。あと二つ追加で頼む。はいはい。あと二つな。で、綿貫じゃねえか。おお、ロベルト。そこで何やってんだ？俺が聞きてえよ。おい、綿貫ちょっと外に来い。
別にいいが。すまん二人とも、ちょっと待っててくれ。うん、何どうしたの。なあ綿貫、一つ言ってもいいが。なんだ。これ無理ゲーすぎるだろ。ほほほ、そうなの。確かに紫ってのも無理があるよ。つかそれ以前にさ、たとえ現世に帰るっつっても本気じゃない相手を落とすことなんてできねえよ。あー、まあ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 、しょうがないよね。俺はカノンちゃん好きだから全然問題ないんだけど。いや、みんな可愛いよ。可愛いは可愛いんだけどさ。まあまあ落ち着けよロベルト、廊下に思いっきり響いてるしさ。けどよ。面白そうな話してるじゃん。断ることに首突っ込んでくんな。実は興味津々なんだろお前。興味津々ではあるか。いや、メフィスト、メフィスト、例の調査か。そうそう、そうなんだけど、なんか面白い話が聞こえてきてさ。調査、なんだそれ。それはだな。おい下僕よ、下僕とは言わねえか、しもべかな。しもべよ、お茶はまだか。しもべ、おいしもべよ、早くするのだ、待ちくたびれたぞ。何、恋仲どころかしもべになってんの。従僕関係なの。これは、ああそうだよ、なぜか俺は今しもべ扱いなんだよ。告白したんだよ。告白したらさ、我のパートナーになりたい、ならばまずは下僕から始めよう、しもべから始めようとか言われてさ、一体どういうことだよ。何、もう告白したの、早すぎるでしょう。それは完全に愛の告白と思われてないね。ああどうなってんだよ畜生。これは先が思いやられるな。俺はその後教室に入り、ロベルトの入れたお茶を飲みながら二人の異世界能力を見せてもらった。ほう、パワーアップした紫の能力の実験台となったロベルトがぐったりしてたが、それはまた別の話である。ほほ、大変な役回りになっちゃったな。今はだいたい17時ぐらいか、寝るまでは時間があるな。うん、さあまだまだ自由行動ができるみたい。さあどうするか、職員さんまだ入れないもんね。鍵がかかってる。じゃあ相変わらず2階か。あ、でも3階もあるんだ。あ、いろいろあるな。図書室とかもある。あ、図書室も気になるな。ただこの普通の教室って入ったらどうなるんだろう。あ、ミニイベント授業編。あ、そういう形になるんだね。あ、紫先生。紫先生って、つい紫先生って書いてあるから紫先生って呼んじゃったけど、紫先生ってなんだ。紫先生の楽しい日本語教室なんて。いや、待ってました。めっちゃ乗り気じゃん。おお、なんだこれ。ロベルトに教室に来いと言われた俺とカノンは、言われるがままに教室に来た。教室には NPC、 ゲーム世界の住人もいて、興味がないのか無視をしている。呆れられてんじゃねえか。おいロベルト、これは一体どういうことだ。いや、紫が何がしたいかって聞いたらな、学校だから先生がしたいって言い出してよ。だからお前らを呼んだけど、生徒が俺一人じゃ悲しいだろ。そうだけど、一体この行為に何の意味が。ジャッジメント、ヘブシ。かわいそう、なんで。そこ授業中だぞ。死後は慎むように。はあ、設定に忠実。チョークに能力を加えて投げんな、普通に体罰だろこれ。 Be quiet、 お静かに。さあ気を取り直して英語の授業を。あ、英語なんだ。日本語じゃなかったのかよ。ああそうだったそうだった、つい英語を使ってしまったから。あ、国語だったんだ。ったく、で一体日本語のどんな授業をするんだ。うん、これから問題を出す。漢字の読み方に関する問題だ。名誉よ、貴様が答えるんだ。え、俺なんだ。ロベルト、しもべには言語互換能力があるからな。漢字を漢字として認識できないんだ。ああなるほど。だから名誉よ、貴様が答えるんだ。別にいいけど、その理屈ならカノンも。カノンには今回紙に答えを書いてもらう。
カノンは免許改伝だからな。へえ、そうなんだ。免許改伝？それって。では始めるぞ。第一問。そう言うと、紫は黒板に文字を書き出した。これなんだっけな。これは何と読む？一角獣。普通に読み方があるの？一角獣でいいの？一角獣？ブブー、正解はユニコーンだ。そういう感じかよ。そういう感じかよ。なんだ、てっきりなんかそういう特有ななんかこう当て字みたいなのがあるのかと思っちゃったじゃん。ユニコーンって、その選択肢用意してくれ。ユニコーン。そうだ、そういえば紫はそういう人だった。最近はみんなに合わせた口調にしてるから気づかなかったが、もともとこいつはこうなんだ。紫、もう一問くれ。今度は答えられる。紫の気持ちになるんだ。そうすればおのずと答えが出るはずだ。うん。では第2問。三頭犬。これは何と読む？これは絶対ケルベロスじゃん。三頭犬、キメラ、ケロベロス。うわー、キメラの説あるけどケロベロス。わかった、ケロベロスだ。ブッブー、外れだ。正解はなんだよ。知るか知るか、なんだお前それ。正解は冥府の番犬だ。日本語で答えてくれ。漢字を漢字で読ませんな。わかるわけないだろう。いや、カノンは正解してるぞ。ほら。なんで？カノンが持つ紙には冥府の番犬と書かれていた。理解すぎだよカノンちゃんは紫ちゃんのことを。なんでそんな仲になったんだこの短期間で。すごすぎるだろ。その前にはちゃんとユニコーンと書かれていて。なんでわかるんだカノン。紫学を学んでいたら余裕。紫学か、俺それ専攻してないわ、ごめん。授業で取ってないわ紫学。カノン学があったら取りたいわ。なんだその紫学って。紫、次だ。次は正解してやる。綿貫、何ムキになってんだよ。では次が最後の問題だ。いくぞ。混沌よりも灰夜漆黒。さあ読むのだ。知らねえよ。もはや文章じゃねえか。これはナイアーラトテップ、旧支配者、カオスオブジェットブラック。カオスオブジェットブラックだ。カオスオブジェットブラック、これしかない。なんでだよ、絶対そうだろう。ほぼ直訳に近いけど、直訳というか直紫訳に近いけど違うの？ブブー、名誉よ。ちと勉強不足ではないか。何の勉強なんだよ。紫学か。そうか、参考書をくれ、勉強してくるから。わかるわけないだろう。答えはなんだよ。うん、ではカノン、答えてあげるのだ。正解は紫。そう、我が名は紫。混沌より灰夜漆黒、紫である。何それ、何それ。紫学単位落とした。わかるか。そもそも読み方じゃなくて、それは肩書きだ。日本語って難しいんだな。違うよ、これは間違った日本語だよ。間違ってはないけど、少なくとも常用ではないよ。少しみんなと仲良くなれた気がした。まあね、楽しかったよ。なるほど、授業編ね。これ面白いね。お、俺はメフィトに呼び出され、図書館へと向かった。お、あれ？で、ここはこうでして。ああ、もうやってられるか。ダメですよ、リチャードさん。ちゃんと民のためお勉強を、って。綿貫さんにカノンさん、それに、メフィストさん。なんでメフィスト君は呼んだんだ、こんなところに。やっほー、ラブラブお勉強中にごめんね。メフィスト、で、なぜ綿貫がそこにいる？いや、俺は。綿貫ちゃんからの依頼、てめえらの異世界能力を教えろだってさ。お前、おい、俺に責任を押し付けんな。異世界能力ですか？私は構いませんが。なぜ俺の方を見る？そういえばリチャードちゃんは能力を隠してるんだっけ？お前に教える必要はないからな。うん、まあいいや。じゃあ月姫ちゃんだけ教えて。おおい、メフィスト、
何を考えている？月姫も教える必要はない。こいつはお前の弱点を知りたいだけだ。敵に弱点を教えるだけだ。お前に何の得もない。いえ、私は別に。もちろんただとは言わないよ。それなりの対価はある。そうなの？なんだ。僕の異世界能力を教えてあげるよ。ギブアンドテイクだ。お前の異世界能力だと？そう、僕の能力知っておいた方がいいと思わない？ちょっと気になるね。確かに。わかった。ただし一つ条件がある。ん？なんだい？そこで突っ立ってる綿貫、お前も俺に能力を教えろ。俺も？そうだ。お前の能力は未だ不明。正直不気味だ。綿貫とメフィスト二人の異世界能力を先に俺に教えたら、俺も能力を教えよう。うわー、難しい条件きたね。だってさ、綿貫ちゃん、君の能力を教えてあげてよ。いや、でも。いいじゃん、綿貫ちゃん、協力してくれるって言ったよね。ちょっと待って。どうしたんだかの？おそらく綿貫君、はめられてる。はめられてる？誰に？メフィスト君、思えば最初から変だった。みんなの異世界能力を聞くだけなら私たちの協力はいらない。そうでしょ？彼は分かってたんだと思う。リチャード君がこういうことを。ってことは、彼が本当に知りたいことは分からないけど、綿貫君から何かを掴もうとしてる。俺から掴もうとしてること？俺は今能力を持ってない。正直に話すならそう言うしかない。確かに。それを話したら理由を聞かれるだろう。そしたらなんてことある。ルークに能力を貸してる。ルークの能力、強奪によって。ルークの能力は秘密。そうか。こいつの真の目的はルークの能力を知ることだ。俺からそれを聞き出そうとしてるんだ。で、どうするんだ綿貫。お前も能力について話すか？ああ、話すよ。けど先に言わせてくれ。俺は今、能力を持ってない。つまり、無能力者だ。異世界能力を持っていないのですか？ああ、そうだ。話しただろう、一番最初に。俺は嘘をついた。まだ異世界能力をもらっていないと。俺は一番最初に話してるんだ。俺は異世界転生したてほやほやだと。ただ異世界能力をもらってないというのは話していない。それはルークの指示だった。だからそのままでいく。俺は未だに異世界能力をもらっていないと。なるほどな。お前は能力を持ってないのか。よく今まで生きてこれたな、お前。身を守る手段がないのは怖いですね。けどルークが約束してくれたからな。守ってくれるって。それに今は頼れる仲間がいる。無能力でも問題ないさ。ふーん、不満？まあいいや。じゃあ僕の異世界能力を教えてあげよう。今なんかしたか？してない。これはフェイクさ。この能力はゲーム世界じゃ使えないんだ。前にも見せたけど、僕の能力は幻覚で、切り裂きの能力とは別の能力さ。幻覚、そういえばそうだったね。なぜこの世界では使えないんだ？相手に幻覚を見せる能力なんだろ。もうこの世界自体が幻覚だからってことか？いや、相手に幻覚は見せない。僕の能力は世界を騙す能力。世界を騙す？君たちに幻覚を見せてるのではない。世界に、空間に虚偽を与える。言っても理解できないと思うけどさ。まあそんな感じさ。なるほど、ちょっと面白い能力だね。というか強いな、それ。具体的には何ができる？何でもできるよ。空間に以前の時間軸の出来事を再生させたり、いない人を空間上に存在させたり、 A という人物を B という人物に見せたり。まあ全部幻なんだけどね。めっちゃ強くない？それなぜこの世界で実演できない？この世界はゲーム世界だからね。プログラムによって動く世界だ。むしろこの世界を騙すことができるのは君の能力の方だろ、リチャード君。
なぜお前がそれを。さて、約束通り、君の異世界能力についても教えてくれ。何？この声は？紫の声、まさか。多分この声一回じゃないかな。カノン、急ぐ。紫ちゃんの悲鳴？いやー、さすがに違うと信じたいな。あ、おい紫、ここにいるのか。あ、ルーク&アクアちゃん。おいロブレート、紫は？この中、校長室。くそ、鍵が閉まってるのか。早く開けて紫を治療しないと、また犠牲者が。盟友よ、我を勝手に殺さないでくれ。おお、紫。壁越しに紫の声が聞こえてきた。誰はまだ生きているようだ。なんだ？今助けてやるからな、紫。どうすれば？なあ、綿抜き。お前一つ勘違いしてるようだが。紫、閉じ込められただけだぞ。は？いや、実は紫と隠れんぼしてたんだが、こいつ、校長室に隠れたらしくてな。隠れんぼではない。隠密行動の修行だ。言い方だな、ものは。で、このゲーム時間っていう、概念があるらしくてさ。放課後になると、校長室に鍵がかかっちまってさ。この通り、開けられねえんだ。じゃあもう絶対開かないじゃん。鍵は見当たらないし、それにこの扉壊せないようなんだ。生徒も全員下校してるし、先生用の部屋は入れないみたいだしね。つまり。うん。閉じ込められた。そんな堂々と言われても。で、盟友よ。見えなくても伝わるぞ。心配して損したって顔するな。助けてくれ。部屋に明かりもなくて真っ暗なんだ。扉のロックを解除。おっ！あれ、開いた。もう開いたぞ。これは我らの念が。それが俺の能力だ、綿抜き。リチャードの能力。俺の能力はコントロール。機械をコントロールできる能力だ。え、強くないそれ。ゲーム世界一最強じゃないじゃん。コントロール。そうか。君がその能力を。それってこの世界で使えるの？ここはゲーム世界なわけだけど。今見せただろう。でもどうやらそれが限界みたいだね。そうでしょ？ああ。その通りだ。物を動かしたり傷を治すくらいだな。リチャードさん、どうしてそれを皆さんにお伝えしたんですか？言ってたじゃないですか、能力を隠すのが身を守る武器になると。約束したからな。それにもう身を守る必要がなくなった。覚悟はできた。それだけだ。それはどういう。時期にわかる。俺は屋上に行ってる。お前も後で来い。まさか行っちゃうの？アタックすんの？何にしても助かった。リチャードの能力が役に立つとはな。綿貫君、君メフィスト君と能力を聞き回ってたんだね。ああそうだ。あとは月姫か。ああそうでした。では何？月姫は目を閉じると一本の刀を出現させた。これが私の能力、フェアリーダンスです。妖刀乱舞、かっこいい。刀を生み出す能力だな。ええ、さらに。おおおお。そういうと月姫はまた目を閉じ、 5本6本とどんどん刀を出現させた。このように何本も刀を生み出せます。なるほど、ソランの能力に似てるわけか。そう、それは思った。いえ、これは実は妖刀でして、ソラさんの生み出す普通の刀とは違くて。妖刀、つまり魔法のかかった剣だよ。ソラ君も一本持ってたみたいだけど、あれはソラ君の能力では生成できないからね。月姫さんの能力は、その魔剣を無限に創造できる。そういうことだよね。ええ、その通りです。強くないそれ。これで全員分の能力を把握したが。これで満足か、メフィスト。
で、メフィストはどこ行ったんだ？メフィスト？そういえばいないな。まあ、彼の行動は気にしないことだ。それよりさ、夜も遅くなってきたし、そろそろ体を休める準備をしようか。夜？そうか、電気がついてない、ついててわからないが、もう時間的には夜なのか。この世界ってゲームだろ、ゲームだろ？休む必要なんてあるのか？いや、どうやら疲れはたまるみたいだよ。私も、眠くなってきたし。うん、体を休める必要はあるだろう。実はさっきかくれんぼじゃなかった、修行中に、体育館で寝具を見つけた。今宵はそこで休もうぞ。なんだか学校に泊まるってワクワクするね。確かに。じゃあ移動するか。先に出てください。ん？ああ、そういえばリチャードが屋上に来いとか言ってたっけ。はい、そうです。リチャードさんにも今夜の寝床を伝えないと。ああ、そうだね。じゃあリチャード君のことは頼んだよ。はい、ではこれで。どうやらリチャード君は順調のようだね、綿貫君。ああ、そうかもな。何をこそこそと話しておるのだ。うん、なんでもないよ。じゃあ行こっか。NPC ちゃんが？助けて。いやー、一人拉致っといてよかったよ。まさかゲームに下校という概念があるなんて。僕の計画がおじゃんになるところだった。君には感謝しないとね。あいつが動き出すんだ。僕も速攻ゲームをクリアしないとね。いい、助けて。 NPC ごときが口答えするなよ。君は所詮道具なんだから。でもちょっとは可愛がってあげるよ。何？どういうこと？まさか NPC と恋しようとかそういうことか？まだわかんないけど一旦セーブしましょう。てかここでセーブが出るってなんかあるのかな。セーブしましょう。